見てませんが、何か。いなくなっちゃったのよ。迷子になっちゃったのかも。心配だわ。はあ。はあって、何なのその態度。ぼさっとしてないで探してちょうだい。すみません、ただいま。まったく気が利かないんだから。あなたたちも、何なのこんなところに突っ立って。邪魔よ、邪魔。はあ。強烈なおばさんだな。ヒロさん。あ、やあエミリア。ん？そっちの子はボーイフレンド？そんなんじゃありません。スタジオを見学してもらってるティム君です。ああ、君とメイコが世話になったっていう。俺はヒロ。よろしく。よろしくお願いします。ナイスミュージックのディレクターなのよ。まあね。でもこいつのおかげでなんとかなってるようなもんだけどね。ほう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 よ。タイムキーパーなの。正確に時間を教えてくれるんだ。いつも助けられてるよ。ほう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 。賢いんですね。おい、こっちは準備万端だぜ。まだかよ。お、そうだ。いや、ヒロ、そっちにティム君は来てる。はい。ヤンヤンマカメラを触らせてあげてくれないかな。ちょっとでいいんだ。ねえ、わかりました。ありがとう、頼んだよ。ティム、こっちだ。はい。ん？この音色は…あ？ここか？うわあ、ちょっとピカチュウ、なんて美しい音色なんだ。ピカチュウ、こっちこっち。どうしたのコルトック。コルトごめんなさい、勝手に。いいのよ、ちょっとびっくりしただけ。あの、あなたは今日の出演者の？ええ、カリーナよ。はじめまして。パートナーのコロタックよ。ちょっと機嫌が悪いみたい。ピカ、ピカピカピカ。かわいいピカチュウちゃんね。いや、騙されちゃダメですよ。いたよ、この子がブニャットちゃんみたいだな。だらけ切ってるぞ。見つかったのはいいけど、この子がここにいるってことは。まあ、ここにいたコイルは。なんだ、やるか。ピカチュウ、にらめっこしてないで。僕、キースさんを呼んでくるよ。俺は遊んでるわけじゃ。むにゃ。お、やっぱりここにいたな。おい、ティム、見つけたぞ。やったね、思った通りだ。ああ、これで撮影を始められるね。あんまり人に迷惑をかけるなよ。ブニャットが悪いって？確かにあいつが場所を取ったのが原因だよな。あのオルガにしてあのブニャットありだ。困ったコンビだぜ。すごい歓声だね。誰もいないけど。テレビの裏側を知っちまったな。よっ、始まるぞ。はい、皆さんこんばんは。マックスのナイスミュージックへようこそ。司会はもちろんこのマックス&マックスじゃないだろ、ペラップです。そして本日の、ちょっとゲストの紹介なら私たちがするわ。このオルガ・エリソンとブニャットちゃんよ。やばい、逃げるぞペラップ。また乗ってられた。よくやったわ、ブニャットちゃん。
今週も張り切っていくわよ。それではお待ちかね、本日のゲストは今話題のバイオリニスト、いよいよだな、カリーナ・ミッチェル。ほらティム、もっと拍手だ。目いっぱい叩いてるよ。こんばんは。ほーほー、はい、カット。カリーナちゃん、笑顔笑顔、本番ではよろしくね。そうよ、もっとハキハキしてくれなきゃ挨拶が聞こえないわ。まあまあ、くそ、みんな分かってないな。控えめなのがカリーナのいいところじゃないか。テレビに出るのって大変なんだね。ピカチュウ、落ち着いて。この演奏に感動しないとは、お前には心がないのか。はいはい、ピカチュウが繊細なことは分かったよ。けどね、ティム、君のピカチュウだけど、もう少し静かにならない？ほら。はい、カット。よかったよ、最高だよカリーナちゃん。いいえ、見事だカリーナ。聞き折れちゃったよ。楽屋での控えめな様子、舞台での堂々とした姿、そのギャップがたまらないぜ。そこ？よし、決めた。俺はいつかきっと彼女と同じステージに立つぞ。また無謀なことを。アシスタントポケモンが間に合わない？どういうことだいキース。すみません、手配の日付を間違えてました。ああ、参ったな。誰でもいいから手伝いのできそうなポケモンを。キキキキキキ。ティム、君のピカチュウに手伝ってもらってもいいかな？キキー。ピカチュウですか？うん、音楽好きみたいだし、ぴったりだと思うんだよね。ええ、このピカチュウでよければ。まあ、恩に着るよ。ありがとう。ありがとうございます。ピカチュウ君には、バイオリンが乗ったワゴンを押してきてほしいんだ。そこ、印がついてるとこまでね。ティム君、すみませんが、ちょっと立っててもらっていいですか？はい。カリーナちゃんは、そこでバイオリンを受け取るんだ。よろしくね、ピカチュウちゃん。よし、早速練習だ。ヤンヤンママもスタンバって、本番と同じ動きをするんだよ。ヤンヤン、ヤンヤン。ピカチュウ、しっかりね。言われるまでもないぜ、任せろ。ここか。はい、受け取るよ。危ない。うわ、ティム君、大丈夫ですか？ティム、ティム。僕は大丈夫です。でも、私のバイオリンが。どうしよう。ちくしょう、俺がついていながら不覚を取ったぜ。偽りのアリバイ、そしてミミッキュのノック。どうしたの、ピカチュウ？なるほど、そういうことか。ピカッとひらめいた。ティム、犯人が。カメラ落下事故の真相が分かりました。
どういうこと？この中に犯人が？勘弁してくれよ。みんな仲間だぜ。こういうの